どうも、今日はこの、キングギドラ2019を開けてみようと思います。これはアートスピリッツの、何？超激増版シリーズ。超激増 シリーズなんですが、まず、箱もすごい凝っておりまして、あ、これ裏か。横が、こんな感じ。で、もう一つのサイドが、こんな感じ。で、後ろも映ってるのかな。で、こっちのサイドは、同じだね。で、箱の上が、ポツン。これっすね。結構、かっこいい。ね。で、大きさがちょっとでかすぎ。ポカーン。開けたらこんな感じとなっておりました。さて、取り出すか。と、中にはこんな感じで配置されております。おお。こんにちは。意外とちっちゃかった。なんかもっとでかいのかなと思ったけど、まあでもこの羽とかだいぶすげえな。よし、出しますか。はい。で、箱から取り出してみました。で、カバーを外していきましょうか。すごいね。頭、ピョン。ピョン。あ、重っ。重いね。で、なんかこんなガゼラ2っていうなんかものもついてます。へ、でかっ。でかいじゃない。重っ。重っ。すごいね。これなんかもう。すごの顔の作りとか文字凝ってますね。なんかあんまこのシリーズは集めないですが、やっぱキングギドラのなんか見た目超かっこよかったんで、これは買うことにしました。で、やっぱり他の、まあこのシリーズはこういう、何、節々が一つもないので、全部一つのつながったフィギュアとして、銅像だね、これはもう。となってるようなものなので、こんなに、細かく、作られてるんだ。へえ。いや、まじ、顔とか、首の、この、うねり具合とか、すごい、かっこいいな。レベルが違うことが分かりますかね。まあ、このソフビはもう遊ぶ用だから、このクオリティより、何、大量生産で、まあ、コストを抑えるために、こんぐらいがベストなんですかね。やっぱこのバンダイの
キングギドラと比べちゃうとだいぶ違う 違うなって分かりますね。首とか何このチャッチーの 体ダサ。これと比べちゃうとだいぶ、まあ、値段も数十倍するからしゃあないのかな。ちなみにこっちがノーマル版で、こっちがゴジラストア限定版となっております。なんかちょっと塗装が違う。なんか尻尾から。すごいな。トゲトゲしい。いった。いてててて。おお。すごなんか横からのアングルがかっこいいな、一番。すごいね。実際なんか大きさもあんまり分かんなかったんで、こんなフィギュアはもうちょっとでかいのかなと思ってたんですけど、意外とちっちゃかった。で、箱がもうかなりでかくて、その箱の 置き場所に今困ってるって感じですね。まあ、このクローゼット行きなんですけど まあ、ちょっとクローゼット行く前に、ちょっと開けてみて、どんなもんか見れてよかったっすね。超激増シリーズ、キングギドラ2019を開けてみました。で、だいぶ、この迫力は、まあ、お手元に取っていただかないと多分わからないと思いますが、すごい上出来なものとなっております。いくらぐらいしたんだ、これは。4万ぐらい。4万ぐらいかな、確か。しましたが、全然、買う価値はあると思います。で、なんで、この、なんだ、SH モンスターズとか、バンダイのソフビとかと、こう、比較して、並べてみてもいいのかなと思います。はい、以上です。ご視聴いただきありがとうございました。